エアコンの温度は30度。嘘です、29度です。この部屋29度設定でも十分に冷えます。寒いです。どうも、オーディオ系 YouTuber ミカサでございます。今回は掃除とセッティングの変更する動画ですが、サブチャン的なノリでダラダラ話しながらいきます。今やってるのはスピーカー周りのホコリ取り。ケイソードの壁が効いているのか、この部屋はどうもホコリが普通の部屋より少ないです。お掃除頻度は月2回程度で十分っぽい感じです。ところで、このチャンネルでは毎週更新を目標に、お家の紹介動画と適当な動画を交互に作って休憩しながら活動中です。家の動画は1本作るのにだいたい10時間くらいかかっています。1日に2時間程度しか活動できないミカサさんではですね、週1投稿でも結構ギリギリ限界です。週に2、3本動画作れたらいいななんて最初は思ってたんですけど、それはちょっと無理な話でした。それでもなぜ YouTube の動画作りをやるのか、おそらく YouTube 活動が今一番手頃で面白いことだからだと思います。何より引きこもり状態では何かをやっていないと、逆にメンタルもフィジカルもどんどん具合が悪くなっていってしまいます。何かに熱中してないと、将来の不安とか今感じているちょっとした具合の悪さとか、未来への絶望感ばかりを感じてしまってよろしくありません。ちょっとしたことでいいので、小さな目標を持って毎日少しずつ取り組めることがあると、メンタルがかなり安定します。しかし、ぶっちゃけ言ってしまうと、今の YouTube やネットでは弱者に称賛はありません。企業やスポーツ選手、お笑い芸人などの著名人が続々と参入していますし、素人の中でもライバルは毎日増え続け、競争は激化していっています。今の YouTube は勝てる見込みはないし、リスクもそこそこあります。動画撮影、動画編集はかなりしんどいです。しかしながら、このチャンネルの目的は勝つことではなく、なんとなく暇を潰しつつ、動画という記録を取り、情報をシェアし、若干数名の仲間とちまちま動画作りができていればそれで満足です。実のところ YouTube って本来そういう場所ではないのでしょうか。そんなわけで、自分のできる範囲で少しずつ新しいことにチャレンジしつつ、少しずつ知らない世界を学んでいく、それが私のこの YouTube チャンネルの目的であり、存在理由です。オーディオの話に戻りまして、スパイクの調整をしています。極厚のウッドブロックをオーディオボードにしているので、温度や湿度の変化で表面が結構動きます。6本足のギアではスパイクが緩みやすく不安定になるので、こまめにネジをチェックします。この作業を行うと音が劇的にシャープになります。パスのパワーアンプのホコリを取っていますが、この作業が意外に危ないです。ヒートシンクだったりフロントパネルが必要以上に鋭利なので、うっかりしてると腕に引っかき傷ができます。結構痛いです。海外製パワーアンプによくある形状ですが、日本製のアンプはお掃除だったり持ちやすさまで考慮されていて、そういうところを見るのもまた面白いと思います。完全になんとなくでマキタの掃除機を買ってしまいました。軽い 10.8V 仕様の紙パックモデルです。本当に小さいゴミとホコリくらいしか吸い込みません。マキタ買うならどう考えても 18V でした。ただこの掃除機はあくまで階段掃除用のサブキーなので、メインは日立のコードレスを使っています。それでもマキタの掃除機は軽くて小さいので、オーディオ周りをちょっと掃除する分には便利だと思います。このスピーカーを置いている床面はチーク材の無塗装フローリングなので、クイックルワイパーではゴミが引っかかり、拭き掃除では綺麗になりません。そこでマキタのコンパクトな掃除機がいいわけです。ただし 10.8V ではなく 18V の強いタイプがいいです。アッコルドを鳴らすパワーアンプはオーディオアルケミーに交換済みです。この子はあのコンソレーションオーディオのピーター・マドニックが設計していますが、音の良さも使い勝手の悪さもまさにミニコンステです。はい、やっと本題、パスのパワーアンプを夏用に交換していきます。この子もまた表面温度が60度近く、商品電力は待機時でも 400W と結構なくせ者です。1ヶ月完全に電源オフにしたら電気代が5000円以上も安くなってしまいました。パワーアンプの電気代だけで Adobe のクリエイティブクラウドの月額を超えるって結構すごいなと思いました。ミカスさんは自律神経がぶっ壊れているので、パスの排熱程度で普通に具合が悪くなります。なので夏は毎年発熱しない、エコな上に体に優しいデジアンに切り替えるわけです。余談ですが、この動画は実はこのナレーションをしている内容をアンプを入れ替えながら雑談風にして動画を撮ろうとしていました。しかしながら、もうすでに夏バテしているミカサさんに話す余裕は全くとありませんでした。家の動画についても、家が新築といえる今年の12月あたりまでに撮影完了を目標に頑張っていますが、来年の春くらいまではなんかかかるような気がしています。
結局あの動画は自己満要素がかなり強いですが、家作りの思い出を振り返り、今の家を動画で保存するという感じです。家作りの記録をまとめる作業というわけです。はい、すごくどうでもいいですが、オーディオ機器の配線作業ってなんだかワクワクします。アンプの入れ替えとか位置調整とかなんだかわからないですけど、定期的にやりたくなる気がしています。いつになるかわかりませんが、そのうち多分数年後、いやライブ配信でそういうことができたらいいなと思っています。はい、というわけで新しい部屋での夏セッティングが完了しました。ギアをジェフで鳴らした感じはトライゴンよりも滑らかで、ウーハー駆動がよくできている感じがしています。AB 級のパスと比べると広域が若干硬く、余韻がもう少し欲しいなという感じですが、夏では十分な音質だと思います。とりあえずこんな感じで今年の夏を越します。この動画なんか需要がない気がしますけど、何かあったらコメントをください。よろしくお願いします。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルでは毎週オーディオ趣味や家づくりにまつわる動画を配信しています。興味のある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。それでは。